この番組はさらば青春の光オフィシャル YouTube チャンネルをキーステーションにお送りします。いやー、はい、言ったらこれは真の、はい、本当の意味での、はい、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。収録としては新年一発目ということで、そういうことですね。はい、1月の今日は8日7日でもう8日になるとこかな。7日やなか、うん、7日土曜日でございます。いやー本当にもうなんやかんやで70回とかなってきてんのかな。いやーすごいね、確かにね。ほんまにそれこそ昨日とかに上がったやつが、うん、あ、そんま66、もう間もなく70回だろう。すごいですねこれ。いやー本当に続けれてね、嬉しいね。いや、嬉しいね。本当に。今までなかなか、お笑い以外に続いたことがなくてね、俺は。ああ、まあ、それはめっちゃわかる。俺ももう性格的に飽きやすくて、三日坊主。うん。で、このラジオも危なかったんですよ。年末年始二人ともバタバタで。いや、マジでもう撮られへんかもってなってたんですよ。でね、俺一回、たぶっちゃんに罠仕掛けたんですよ。罠？うん。うん。もう、あまりに時間取れなさそうやから。二人が会う時間がね、ちょっとなくてね。たぶちゃんもちょっと今週、ちょっと休もうかってね。こいつ俺。ちょっと待って。あれ、罠？こいつ俺がそう言ったら、どう言ってくるやつなんやろっていう。やかましいわ。罠を仕掛けたんです。むちゃくちゃやりとりした挙句やったのか。びっくりしてんから、俺。あれ、年始一発目になる。ね、うん、毎回2本撮ってるわけや。1本は年内最後のやつが撮れたわけ。で、もう1本撮らなってなってて、それが年始一発目やねん。うん、それをどうしようって言ってて、これもあれやな、最悪休むかやなって思いました。あれは罠やね。罠なの？あれ罠。お前が。いきなりお前からその LINE 来たら、えってなるけど、だいぶやりとりしてあってたよ。もしお前から、確かにな、もうさすがに現実的に厳しいよなっていう返事が来たら「叫んだお前どういうつもりやリスナー数少ないリスナー待ってんねん」って何の罠なんこれ。俺にその罠仕掛ける意味ある？全然意味わからんから。それが罠やとしたら普通に休もうとしてたやろお前。ところがたぶっちゃんからは「いやなんとか合間見つけて撮ろう。せっかくこんだけやってきてんねんし、ここいけんちゃうか？ここどう？ああ、いけそうやな。じゃあ、ここで撮ろうか。うん、頑張って撮ろう。おめでとう。おめでとうやるかい。利根川か、お前。なんやそれ。何のゲームなん、これ。ガチトーンで休もう言うてきとったやないか、お前。やめろ、あれ。激イタは命より重い。重いことあるか。激イタ珍道中が。どんだけ命軽いの。いや、大事なラジオやで、でも、あれ、はもう、笑ったけどな、ほんま、激イタのこれ極みやなと思った。休むかって来た時、休むんやと思って。休むとかあるんや。あるんや。選択肢として。俺なかったからさ、どっかで、もう、年始のさ、新年の一発目やから、なんか、生配信みたいなことでもどっかで出番とかかぶれば、それでもええかなと思ってたやん。新年らしいね。そうそうそう。生で挨拶的な。せやねん。夜集まる時間ないんやったら、もうどっかで、合間で、劇場の合間とかで、生配信でもええかとか考えながら LINE のやり取りしてたら、休むかやな、これは。休むかなんこれは。ああ、じゃあ。気づかんかったやろ。罠に。気づいたか気づかんかったって言ったら気づかんかったよ。罠やったんあれ。ほんまか？罠よ。ほんまかな？めちゃくちゃ疑心暗鬼になるわ、新年から。あんまやる気ないんかな。相席スタート山添と、インディアンス田渕の、激イタ珍道中。いや、ほんまにはこっちのセリフやねんって、ほんまに。なんやねんな、その。バッタバタやったもんな。いや、えぐかったよ、山添も。年末年始はでもやっぱりこうなるよな。そうね、なんか、まあでも初めてぐらい、その芸人の、その、正月、年末年始仕事させてもらうっていう経験させてもらった感じやね。ああ、確かにね。それはやっぱ、年々確かにそれは変わってきてるかもな。今まではまあ、その若手の劇場周りだけやったところをさ、テレビとかも行かしてもらったから。そうそうそう。まあそうね。うん。俺らで言うとやっぱ M1 の結果とかも去年は振るわんかったし、そういうのも結構影響してくるからさ。確かに振るわんかったな。去年の M1 やんな。今、その、論点はそこじゃないねんやんか。んその結果が振るわんかったことによって、確かに。去年振るわんかった M1 やんな。そうそうそう。M1 の結果が振るわんかったから、年末年始の仕事にも影響が出るって、ここから喋りたい。M1 の結果が振るわんかったことで、そうそうそうって来られると、何々ってなるから、こっちも。いや、ええねんね、そこじゃなくて、ってなる。いや、おっしゃる通りって思ってさ。おっしゃる通りよ。それは、振るわんかった本人が言うてんねんから、それはおっしゃる通りやけど、粒立てんねんね、そこ。そこじゃないねん。終わってんな。体感あった。終わってんねん。体感あったその、振るわんかった体感。マジで振るわんかった。もっと。もっと振るってなかった。俺が思ってるより。うん。お前誰やねん、お前。なんで俺、本人。オンライン買ったやつ。オンライン買ったやつが言ってる。うわ、ちょっとリアルやわ。オンライン買ったやつやったらリアルやわ。ちゃんとなんとも言えん受け方見てくれたんだ。いや、むずいな、ほんまに。で、そこでやっぱり、それまでは3回決勝出れたけど、やっぱり年始のヒットパレードがあってとか、なんかちょいちょい生放送呼んでもらってみたいなのがあるけど。そうか、そういう流れやったん今まで。それはね、大きい、賞レースの結果は。あ、そうだ、そこに直結してんねん。その分でも逆に劇場、去年までよりはガッとまた入れてもらったけど。いや、すごい量いってるよな。もう何十捨てたったかわからんもん、マジで。すっごいよ。もうほんま、ざっとどれぐらいさ、どうやろな。いつからいつまでで。これ、まあ、年末言うってどれぐらいやろ ?20、まあ、クリスマス以降ぐらいか。はいはい。クリスマスぐらいからで。10日間ぐらいじゃあ。1月5日までも10日間ぐらい。10日間ぐらいか。10日、2週間ぐらいか、今、じゃあ。せやな、せやな、そんなもんやな。10日ちょいぐらいか。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、40ぐらいか。40ちょいぐらいかな。すごい。40から50の間ぐらいと思う。うわもうね、ほんま、すごいな。途中からやっぱ声出えへんもん。もう、なんやろ。カスカスなってくんねん。けど、キムというのも言うとってんけど、なんかな、その、漫才図はい。そう、漫才図はい入ってくんねん。声出てないねんけど、ずっとなんかテンション高いみたいな。漫才はブワーってなんかテンポよくできてもらうみたいな。スイッチが切れてない状態ずっと続いてんねん。そう。喉だけ疲れてるみたいな。でもなんか体はもう温まってるみたいな。めっちゃ不思議な感覚やねんけど。で、やっぱ年末年始も結構お客さんももう笑いに来てくれてる感じあるから、もうあったかいやん。いや、きつかったけど楽しかったな。やっと、まあやっとつっても今日も大阪一緒やったよ。そうね。俺らと9ステで、俺らは4ステやったから。4か。9で、明日3でまた、明後日は、大阪でまた8か9ぐらいあってみたいな。うわ続いてんねん、まだ。終わってないねん、この。いつまでやると、まあ、3連休があるからか。それもだから成人の日があって。これはね、でもやっぱいいよ。一番なんかな、その仕事したなっていう感覚が得れるの結構劇場やねんな。なんか、実感あるというか。まあ、漫才はずっとやってきてるからやけどな。テレビはまだ言うて、テレビっていう学校に入学してまだ2年生ぐらいや、多分。全然そのひよっこやからさ、仕事したなっていう感じになんかなりにくいねんな。9捨てはすごいわ。9なんかだって俺ら12とかやからな、マックスは。俺らも11とかあったけど、もう、もうっていう感じだった。やっぱでも、ネタ嫌いになってもらうのは良くないもんな。だから A ラインってあると思うけどな。そもそもがさ、K さんもその、めちゃくちゃ劇場を立つタイプの芸風じゃないやん。そうやな、確かに。劇場っていう感じじゃないな、確かに。そうやな。まあ、そこ、だからコンビとか、一人一人によるけどな、それは確かに。だから経験させてもらえてよかったけど。まあ、あれはなかなかないやな、経験は。昔だとありえへんかったもんな。先輩がやってるってイメージだったから。大変そうと思ってた。銀シャリさんとかトレンディさんとかね。やばい。見取り図さんもずっと何年もそれやっとったしな。そうかそうか。その後12ステか13ステやった後、去年やったかな、12ステやった後に、収録2本って言ってたもんな。えぐっ。12ステやった後に収録2本やで。えぐいな。えぐい。俺はやっぱすごいけどな、ようやってはるよな。マジですごいわ。頭回んのかな。いやー口もまあええわ、劇場パンパンやった話とかは。まあそんなん言うても恒例行事的なことやから。どうしたんよ急に。ちゃうがな、今年の元旦。今年の元旦や1月1日やから。去年までの1月1日までは絶対になかったことが起こったんや。去年の1月までには絶対なかったことが起こった。2023年の1月1日やないか。なんかあった穏やかな元旦。全然穏やかじゃなかったよ。え？いや、クソフェイクニュース出たよ。フェイクニュース？フェイクニュースやないねん。ツイッターで一番最初に乗っかってきたのお前やないか。フェイクニュースじゃないんやって。早かったお前。何が？全嘘ってお前も分かってるくせに、一番最初に乗っかってきたよ。俺にフェイクかましやがってみたいな、舐めやがってみたいな、意味わからんツイートしてたよ。何してるのあれな。守れよ。激イタメンバーを。あれだ、じゃあ、俺の、全部言いたいこと言って、その後俺のシーンを、じゃあここで言うわ。いやだから、その、なんやろ、その、フェイクニュースを。がまず上がってんな、たぶっちゃん。上がってんや、年内結婚って言って。もともと、フライデーに直撃されたニュースを、はい、去年の7月とかに載ったやつや。ね、またほじくり返されて、そうや、いきなり。結婚ラッシュ、なんかいろんな方がな、有名人の方がね、土屋太鳳ちゃんやったりとか。いろいろ結婚すると、綾野剛さんとか結婚すると、並びに、インディアンス田淵も年内結婚、みたいな。いきなり載って。ね。そうやもん、めっちゃ大変やってんで、ほんまに。兄貴からも電話かかってきて。こいつ家族にも何も言わんと結婚するんか思ったでって言われて。で、甥っ子がニュース見てたの、たまたま。で、俺の記事が、その、有名人の方の、結婚ラッシュを紹介してる横に、俺の記事も見切れててんて。それを甥っ子が見つけてんて。9歳になる甥っ子が。で、俺のお兄ちゃんとこ行って、お父さんって言って、俺あっくんって言われてるから、あっくん出てるって言って、えネタ番組かってなって、見に行ったら思いっきりワイドショーやったらしくて、年内結婚。で、そこに記事も見切れて持てるわけやからさ、セクシー女優って何って、甥っ子に聞かれて、お兄ちゃんも。どう説明したいか分からへんかなみたいな。怒られて。で、全部うっせやねんって。あれはフェイクニュースやねん。その写真撮られたことはあったけど、そっからその、お付き合いもしてないし、遊んでもないねん。でも、年始になったら1月1日って元旦ってそういう結婚報道みたいなの出やすいねんみたいな。それで、もう思いっきりフェイクで上げられてもうたんやっていうのを説明して、てんやわんややってん、こっちとしては。で、大慌てしてる時にお前のその、何やこれ、フェイクニュースかましやがって、なめんなよみたいな。切れてたよ、なんか知らんけど。なんで切れてんの？いや、その、守りに来い。じゃあ親友は。頼むわ。あれ、たぶっちゃんね、俺の文面がちょっとややこしかったんやと思うわ。あれ、実はな、あれ、たぶっち的には、その、俺、山添にも、俺が黙ってたという方でいじってきやがってっていう返信やったんや。ああ、まあまあ、そうやな。俺の、本当につぶやきたかった内容は、フェイクニュース側に、俺にフェイクニュースをかますとは、舐めたことしやがって、やと思ってたん。なるほどな。あ、違う方に捉えられたんかって思ってたん。日刊スポーツへ言ってたんやな。実はそっちやった。なるほど。でも田淵がそう言ってきたから、そういうのに乗っかった。どっちも思ってん。フェイクニュースかましやがってから、フェイクニュースを上げた人に、特に対して言ってんのかなと思ってんけど、そっちな？そういうことやね。でもほんまそうやんな。フェイクニュースの代名詞。山添もんな。そう。そこにかましてきて、根性しとるんだ。俺もって思ったから。そのさ、フェイクニュース側と喧嘩しようと思ったら、田淵が乗っかってきて、なんかみんなが、わちゃわちゃやっとるみたいなんで乗っかってくれて、気づいたらそれもニュースに上がって余計広がってもらって。早すぎたよな。あの時のやりとり全部、すぐニュースになって。何やったっけ？明けましてすずめと、って来て、山下ってなって、戸締まりちゃんとしとくわっていうのがニュースになって、めっちゃおもんないニュースになって。いや、すんなニュースにあんなこと。終わってたらあのニュース。新海監督にまで飛び火してる。いや、ほんまやって。新海監督に申し訳ないよ、あんな。何して見てるわけないけど。いや、けど、ほんまな、その、なんていうな、捏造が過ぎるんやって、嘘が過ぎるってフェイクニュースにしてもさ。まあでも、荒い方が良くない。その、ふざけんなって言いやすいやん。確かにそう。なんだけ荒かったら、笑ってもうたから俺も。でも騙されてる人おったってことやもんな。いや、めちゃくちゃ来たもんだって。だって、身内の人ですらそう思うってな。いや、そうやって。ちゃんと、だってミヤネ屋とかで流れてたらしいから。信じるやろ。それは信じるわ。ミヤネ屋で紹介されてましたよとかめっちゃ言われたの。そうなんと思って。いや、マジでそのさ、うん、ライター何々って名前書いてほしいよな。うん、腹立てん。マジで。そのさ、ぼんやりしたもんに俺ら言うやん。そう。腹立っても。ほんまそう。僕が言いました。僕が載せました。それは絶対義務にしてほしいよ。なあ。そいつに話聞きたいもん。どういうつもりなんでSNS 匿名がなんやかんやって問題視されてる中でさ。そうやな。そいつらがさ。やりたい放題やん。やりたい放題よ。身を隠してな。そうやで。で、しかも俺がフライデーに載った時の記事の中からの抜粋ぐらいしか書いてないね。内容がゼロやねん。お互いのプロフィールとかしか書いてないねん。だから、全く根拠がないねん。向こうも書く内容ないから、うっせうっすいねん。でも見出しだけ年内結婚ってやってもらってるからみんな見るやん。見る。信じるやん。あ、そうなんやっていう話。おかしな話ですよ、これは。いや、これなんかね、俺も噂で聞いたけど、うん、まあ、記者さん悪い記者さん多分おると思うで。まあ、それは記者さんによるやろな。うん。でもほんまにやばい記者も中にはおって、うん、なんか飲み屋でな、うん、女の子がキャバクラとかクラブやと思うわ。うん、記者の人が行ってな、うん、でっち上げでも何でもええから、そういうでっかいニュース取り上げて、その有名人が、ほんまに追い詰められて、うん、なんていうの、仕事もできへんとか、うん、生活ままならへんってとこまで行ったら、うん、記者的には、うん、やってやったっていう評価になる、みたいなことを言ってたらしい。怖っ！飲み屋で。ええー。俺あいつを追い詰めたことあるからみたいなことを言ってたらしい。自慢げに。それがそいつらの評価になるってこと？いやねんて。何その仕事？やばいやろ。何考えてんねん。で、ほんでな、野田さんとか伊藤とかの、もうさ、うん、一緒に出てたよ。俺も。ああ、そうよね。結局、野田さんとかで言うと、吉本もちゃんと、そんな事実はございませんって、事務所でちゃんと発表しとったし、まあ、俺は全く守ってもらわれへんから。俺はもう全部自力だって。俺がいるやん。せやな。お前と100人力やけど。前株激痛が前株激痛強いからな。でもむしろ、激痛メンバーとしては光栄なことやってん。フェイクニュースになれたぞっていうのは一個。そうよ。これはでかいよね。それはもう、芸能人の証よ。そうね。一応、端くれにはなれたんかなっていうな。正月から一応名前が出た。うん。嘘にしても。うん。で、結局、もうみんなが周知の事実として付き合ってる岩倉と伊藤とか。はいはい。なんかね、そういう雰囲気があったらちょっと言われてもらうこともあるんかなとか思えたけど、でも俺が付き合ってもなければっていうのがあるから、こんなこともあんねんなってのはめっちゃ勉強にはなってんけど。やっぱ俺が、うん、誰も、もう一切話題にもあげない、いじらない、はいはい、たぶっちゃんすずめ騒動を、火が消えんようにずーっと、いや皆さん思い出してくださいと。こんなにも注目されなかったニュース、うん、芸能人ニュースが今まで他ありましたかっていうことで拡散してたことが功を奏したの。まあこれでもせやな。聞いてきた。こんなにいじられへんことあるっていうぐらいいじられへんかったからやっぱり恥ずかしかったから火消えるまで早かったよ。びっくりした。スタートがとろ火やったから。スタートがとろ火やった。まだことこと言ってへんのに。言ってへんねん。最初強火でいかんと。火取ったら弱めていかんとか。スタートが弱いんやから。誰も気にしてないねん。強火でお鍋かけといたら、チラチラ気にすんねん。大丈夫かな？吹きこぼれてないかな？焦げてないかな？スタートとろ火やからな、安心やねん。気にせえへんねん、誰も。まあ大丈夫だろ、ずっと。ほったらかしで。うん、そうそうそう。それがね、やっぱスタートが良くなかった。いろんなニュースに飲まれたしな。もうそれでも全く、確かにね。全く話題にならんかった挙句。こうなるんやっていう、半年ぐらいの沈黙を破って、急に年始に結婚へって、飛び級しすぎやろ。おかげで、やっとぅチャンネルもね、見ようとしてくれたし。そうやな、やっぱりほんまもうちゃんと、もう元旦にそのニュース出て、元旦幕張の出番やったから、劇場。合間ですぐ撮って。なんていうの、記者会見、報告あります動画。ちょっとキムに緊張感ないわ。言うといて。めっちゃ揉めたもん。撮り終わった後に、うわーってキムが突っ込めたとこ、あれで台無しやわって。あんなんちゃうねんって。何してんの嘘なんって、あいつ乗っかる方でいかんと。とかじゃないと。じゃないんやって。もう最初から、ご報告がありますでふざけますっていうのがもうバレてる。もうわかんねえ、そんなんわからへんねん。あとお前さ、うん、記者会見報告あります動画用に黒ネクタイとさ黒ジャケット着てたやん、うん、すぐ石ちゃんに借りたから、はい、幕張で下好きには違うと思う。ほんまそこ手抜いたわからへんやろあれそんなん見てて下スキニーやんって思った。あ、俺こいつスキニーやって思った。いやね、嫌やわ見方。いつものネタの時のスキニーちゃう。うわ嫌やな見方。本当の報告か。キム全然違う。報告ちゃうやん。だるこいつおもんな見方俺見方おもんないね。下手やって。楽しめや、上だけ見とけやほんまあれかついたわマジで。そんなんちゃうねんあそこだけマジで削ったろか思ったもんな。そう新年会的なんしたん。その新年を迎えてさ。新年会、うん、新年会忘年会はちょろっとできたけど、ほんま少人数、マネージャーと大自然の白井いつも仲いいからと飲んだりとかしたけど、新年会した？忘年会とかできた？ね、忘年会はできんかったけど、そのまあ俺が勝手にこれ新年会みたいでええなって思ったのはインスタで撮ったやつ。大宅と、ダンビラムーチョと、そうそうそう、頑張る勝山。めっちゃええメンバーやんけ、ないのと、そうそう、6人で、いつ飲みながら、正月うんうん。超えてからもう、ちょっと超えて、落ち着いてから。そんなみんな集まり飯食ってっていうのが、いや、俺が幕張終わって、大宅がライブやってるとこに、行って、うん、で終わり飲んだりせえへんって言ったら「あ行こうか」ってなって、ああ流れでそう、ええな。で次の日に、うん、それも終わりそんな遅くなかったから、うん、しずるの村上さんに風呂連れてってもらって。そうやそっちみたい。そうそうそう、その終わりなのあれ。あ終わりじゃない。そう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 、お風呂の後にそのまま飯食いながら飲もうかって言ってくれはって連れてってもらって。めっちゃええ飯食わしてもらってたやん。でもやっぱ村上さんまだ知らんとこあった。まだ？変な人やわ。奥深いな。奥行きあるな、あの人は。いや、もうさ、目黒住んでさ、目黒言うてるやん、もう。もう目黒言うてるやん。で、俺ん家に来れてるってことは俺目黒やん。バレた全部。全部バレた。全部バレた。ニューヨークの、ラビットのニューヨーク不動産で五反田目黒エリアって濁してたのに。全部言ってもらった。たくさん落とした。たくさん落とした。もう言ったら4年とか住んでるわけよ。うん、5年とかかな。で、村上さんにもしょっちゅうお世話になって、はい、よういろんなとこで喋って。せやな、よう連れてもらうって言ってたもん。うん、そんな話して、いろんな話してんねんけどさ、うん、それでもまだ知らんことあって。何？なんかその、あの人全然ジブリ見たことないねんて。あ、ガチで？で、あ、そうなんすかって言って。で、聞いてったよ。もののけ姫見てないって言って。で、ラピュタ見てない。お、マジで？ハウル見てない。そうで、ナウシカ見てない。千と千尋見てない。って言ってな。っつって。で、仮暮らしのアリエッティだけ見てんねんて。めずいや、それあんまいないっすよとか言ってさ。めずいな。そうなんです。魔女の宅急便は見たでしょっつったら、うん、実写でって言ってた。めずいほんまにあれ実写あるんすかつって。まず実写知らんかった。実写で見たとか言って。ほんま変わってる。でさ、その全然さ、あの人めっちゃ喋んねんけど。めっちゃ喋るよな。めっちゃおしゃべり好きやん。俺の話、人が喋ってる話は全然覚えてないねん、多分。あ、覚えてないんや。うん。で、なんか、うちの家族の話になってさ、うん、実家、あれ、何の仕事してんのとか言ってさ、うん、何回も言ってんの、古美術商って。言うてるよな。古美術商です。とか言ってさ、いや、何回も言うてますよ、とか言ってさ。で、山崎兄弟いんのつって。で、男4人兄弟ってもう何回も言ってんの俺。これほんとに珍しいし忘れへんよ。3番目ってな。うん、だから俺男4人兄弟ですって言ったら、つって。で、これさ、この後の反応が怖いんやけど。うん。フルマックスじゃん。しかも純正じゃんって言ったのよ。全然わからん。全部わからんかった。珍しい。男4人兄弟です。はあ、フルマックスじゃん。フルマックスなんや、そこ。しかも純正じゃん。全くわからん。フルマッ X じゃん。しかも中性じゃん。その、家族の話で、兄弟のマックスって4なん、まずは。で、全部男が、マックス。純正とか。ってことだよね。多分。そっちは純正か。俺も意味わからなくて。フルマックス ?4 がフルマックスってことはさ、パチンコの保留玉と同じやん。ほんまや。そういう考え方なんだな。俺怖くて聞けへんかったんやけど。確かにな。しかも純正じゃんっていうさ、その、男、女男とかやったら純正じゃないってことなんやと思うね。多分そうやな。だから、その、ブラックジャック的なさ、そのスペードのジャックとスペードの1で純正とか言ったりするやん。言うな。だから。いや、絶対分からんって急に言われても。気持ち悪ない。キモいな。リアクション。へぇー、あっそうフルマックスじゃん。しかも純正じゃん。でんて。すぐそれは。マジ気持ち悪いよな、このリアクション。そうやんな。でも多分過去にやったことあるリアクションなるな。そんなんスッと出えへんやろ。なあ。なんその話。リアクションやったわ、あれ。最近、新しい方の海物語は8個まで保留いけること教えたりたいな。ああ、あるね。あるある。8個までしても古いやん。いや、もう、マジか。純さん変やわ。8まで行って保留内で、なんか大当たりのチャンスがあったら演出あるねんな。そうやね。全部一回宝箱みたいになって。中からパカッて開けて、あまかとかね、おお、魚群出たんだよ、やつ。あれめっちゃおもろい。そう。あの演出めっちゃおもろい。あれで当たってみたいねんな。あれめっちゃおもろい。あれ当たったことあるんだよ。ある。あれマックス状態でどうなんの？あの中に当たりが張ったら。なんかな、一個ずつな、いろんなパターンあんねんけど、8個ブワー並んで、マックスになったら、普通の保留がまず宝箱みたいになって、全部。チャンス、全部なんだよ、ブワーって。全部8個とも宝箱なんだよ。で、チャンスあるかもしれないと、ちょっと揺れてたりすんねんか。揺れてるやんってなんだ。でも保留でな、保留のその柄がさ、ちょっとこう白点滅とかさ、ぼんやり白とかさ、あるから、まあそれぐらいの期待度かなって思うよな。思うね。ただ、これもいろんなパターンがあって、揺れてるな、多分ね、海の種類にもやんねんけど、熊の実っていうんだっけ、魚。隠れ熊の実。にもね。にも。熊の実が、増えていったりするねん、宝箱の周りにおる。一匹熊の実おるなって思ってたら、消化されていって、その、保留減っていくやん。どんどん左に詰めていくやんか。熊の実増えていってないかってなんねやんか。じゃあこれ絶対熱いやんみたいな。なっていくねん。で、パカッて開いた時に、あわやっていう時もあるし、パカッて開いた時に、うわーって魚群。そこに魚群の後ろに流れる魚群、紫色とか、オレンジの魚が、ヒュンヒュンヒュンっておったら、これ魚群の資産やんってなって、リーチってなったら、うわーなるほど。くっそおもろいから。面白。あれくっそおもろい。ほんまに。さすがだね。いや、最高。大気魚群の100倍おもろいから。大気魚群一番おもろい。もうって。もう何回すんねん、その話。さして大気魚群の話は意味わからんから。魚群史上一番こけてるから、あれ。ボタン連打して。いや、もうちょっと出そうな。大気行くやん。会議。あかん。会議行ってもうな。前会議したもんな。あかん。あれやってもうね。ええねん。純さんの話だから。ほんまに。まあそんなだから新年会を純さんにそのだからお寿司食いながらお酒飲ましてもらう。ほんで風呂も入らしてもらうっていう。フルコースや。もう豪華な日させてもらったよ。めっちゃいいなぁ。ちょっと新年会やりたいなぁ、俺も。同期復帰夏物がや。もうしたからな。なんやねん、こいつ。何回あってもええもんな、こういうのんって言うや。まあ、何回あってもええもんな、こういうの。遅いねん。で、気持ちこもってないし。何回あってもええと思ってないやろ、そいつ。やるかい。なんやねん。新年早々むっちゃ会話下手やん。あかんで。思い入れられるで。今年も激イタ珍道中が。会話メジャーにせなあかんねん、このラジオは。喋らんの。ポンコツ芸人。何してんねん。黙って金もらおうとしてる。黙った分だけ。なんかやってんの裏で、そういう賭け。ラジオで俺どんだけ喋らへんかやるわ、みたいな言ってんの。ぐらい喋らんけど。えぐいって。喋っていかんと。こっからやっぱお前春からまた新番組始まってとかあってさ、そういうのがあんのに、なんで気持ちとしてその前のめりになるタイミングやねん、新年っていうのが。それが全く見えへん。喋らずにおろう。でも呼んでもらってるから、まあええやん。喋らんまま呼ばれてるしな、俺じゃないんやって。姿勢見せていかな。何してんねん。これで給料、僕らギャラ半々ですわ。アホらしい。何してんねん。喋った分だけ給料ちょうだい、ほんま。むちゃくちゃやわ、これ。何させられてんねん、ほんま。喋れや、お前。喋れや。ちょっと、明日。この番組は、さらば青春の光オフィシャル YouTube チャンネルをキーステーションにお送りしました。